じゃあこいつの名前は鶴崎にしよう。鶴崎。なんで？めちゃくちゃ紛らわしいよ。はいどうもゲームラップナイスゲームスカイです。鶴崎でーす。こうちゃんです。今日の企画は、はい、東大対決開始時間でガチバトル。いやー。ということで今日ね株式会社ポケモンの方に来ております。すごい。素晴らしい。ポケモン。これ来ましたポケモン。見てよこの気合い。フリーザのシャツ着てきてるんだからフリーザ、これフリーザのシャツ。本当だ。むちゃくちゃかっこいいでしょ。僕の一番好きなポケモンであると思う。一番好きなポケモン。一番好きなポケモン。鳴き声がペーペーってやつ。なんと今日はお二人にポケットモンスターブリリアントダイヤモンドとポケットモンスターシャイニングパールをプレイしていただきます。すごいすごいすごい。開始2時間後の手持ちのポケモンでお二人でバトルしていただくと。え、急がないといけないじゃん。そうです。2時間でさ、最初のジムリーダー倒したことないんだよ。途中でね、クイズ挟むんで、多く正解した方には最後のバトルで持ち物を持つ権利よね。あー、なるほどね。ということで、やっていきたいと思います。はい、はい、本日の戦略とお聞かせいただきたいと思います。ねえ、ヒコザルですわ。ヒコザル進化したら格闘になるから、うん、その辺で出てくる石つぶてとか湯ワークとかにも強いし、俺は鶴崎は可愛いもの好きだからポッチャマなんじゃないかと俺は思ってる。なるほどね、うん、そのために俺ね、その辺でコリンクを捕まえようと思っていて。なるほど。相手がもしヒコザルを選んできた場合が、うん、一番難しいと思っていてもう同じですかね。その場合はモーカザル、ムクバード、石つぶてという感じで揃えて、この3体だったらバランスよく戦えるんじゃないかと思っていて、まず御三家は、ヒコザルを選びます。おお、ヒコザル。これはどういったか、なんでかっていうと、ヒコザルはモーカザルになれば格闘タイプがもらえる。でここに問題がなるのが、強打が辛い。でも僕はね、スボビーがいるんですよ。あー、2タイプでね、強いですね。でここを取っておけばポッチャマも対策できると。これでいきますね。ピカチュウ議長、ピカチュウ議長もそれで行けと言っております。ということで、はい、2人ともプレイを開始します。よーい、スタート。はい、はい、これさ、俺さ、ポケモンさ、1時間半でジムクリアしたことないんだけど。そう、知ってる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 。ゴンベ、ゴンベ、かわいいね。七鎌さん、これ何が一番早いんだ。七鎌さんよろしく、七鎌さんよろしく。はい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 、俺はこれで。さて、長い長い長い。ちょっとさっきで長いな。ちょっと待って。俺はもう、俺も春季で行くよ、もうだから。スカイより長いやん。これはね、あ、カタカナにするの忘れた。まあいいや、もうこれ仕方ねえ。これ主人公、僕ダイヤモンドやってたんですけど。彼の名前は久し。彼の名前だ、誰？彼の名前誰？彼の名前、自分で決める。よしよし、リードしてる。コウちゃんにしたろ。こうちゃんと主人公選びなんですけど、あの女の子主人公を僕、うん、あのダイヤモンドの時も選んでたんだけど、うん、あの新大地方って結構雪が深いんだよね、北の方、はいはい、そうね。でさ、もう腰までさ、右スカートで使っていくからさめっちゃ寒、うわーみたいな、ね、そう、男の子主人公は長ズボンだったんですよね。特にキッサキッシーとかね。そうそうそう、すごい 3D だ。ああ自由に動ける。ちょっと待って、まだ出しちゃできない。どこだどこだどこだ。湖、やばい、この人絶対科学の力ってすげえって言ってくる人だ。やめよう。かける。博士の。おい、菅井さんはついにポケモンに襲われてる。やばい。ポケモンに、なんで急に英語になったんだ。どれにする。お、さて、こうしてみるとできますね。違う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 。あ、違う。違う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 。コウちゃんと喋り続ける。コウちゃんと喋り続ける。これだこれ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 だ。湖絶対こっちだろ。新事故のほとり。もうこれに決めたんですね。もう決めてた決めてた。俺はね、もうすでにリサーチは済んでる。もう見る俺の準備シート。準備シートがあるの。準備シートがあるの。野生のブックル、行け。行け、これね。行け、これ。さあ、これやっぱ大事ですから。戦う。あ、もうこれはもうこれでいきましょう。ちょっとじゃああれ見てください、準備シート。これね。めちゃくちゃ書かれてるじゃん。入手可能アイテムを頑張って調べてきたから。これですかね、あの今までのその、あの、ダイヤモンドパールの頃のデータ元に、ね、そうあの頑張って調べるけど、やったことないんだけど、うん、こういうこと調べることはできるから、今日行くだろう、今日行くだろうところまでの入手可能ポケモンとかも調べてくれる。おおお、ということで、あ、こっちはよし、芝居か。僕はこれだ。こいつにします。お、これですね。これにします。よしよしよし。はい、なるほど。ない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 。なるほどね。鶴崎さんがこのムックル倒したらちょっと発表タイムということで、はい、はい、ってことは、はい、おじょ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 、はい、ということで、
はい、2人とも最初のポケモンを選んだと思いますが、同時に名前言ってもらいましょうかね。はい、それでは最初に選んだポケモンは何でしょうか。せーの、ヒコザル。そうだよ、ね、そうだよな。結論が出てるよ。同時にというね。ヒコザル選んだ理由は、菅井さんはいかがですか。あのね、ポケモンで一番重要なパラメータ知ってる？何ですか。素早さなんだよ。お、もうヒコザルしかありえない。はい、ということでまさかのヒコザルかぶりということですが、もうめちゃめちゃだね。もうね、もうここガチだから。そう、ガチだから。ガチだから頑張っていただきましょう。じゃあ俺の、そんなことはないかったですね。ヒコザルに名前をつけるぜ。お、ヒコザルの名前は山本。確かに山本さん足速いからね。そう、山本さん足速いから。バトルだ、バトルだ。え、てかヒコザルに名前つけるフェーズあった？あるよ。え、この後ですかね。この後、この後か。俺もう PZ もらったぜ。 PZ って何？ポケモン図鑑。ポケモン図鑑のこと PZ。 大悟さん、大悟さんなの。僕が戦ってる間は。え、この人60歳なのか。まあ、菅井博士も頑張ってやっていくと。菅井博士はまだ30歳。30歳やって。ここまだ終始だからな。おい、マスター鶴崎。ポケモンマスター、マスターであるところの。はい、ニックネームをつけるかね、ニックネームをつけるかね、だってどうすればいいの。早そうな人、早そう。ファルコン。ファルコンに。しかも、サルなのにファルコンというね。菅井さんはね、もう上のこの道路に。うわっ、お、これ初めての野生。急げ、行け山本。そんなことはない。山本行け。頑張れ。冒険ノート手に入れた。山本、あの鳥をしばけ。冒険ノートがね、レポートがね、書けるようになります。あ、レポートが書けるようになる。はい。はい。おお、急所だろ、これ。よし。こうちゃんが来てますか。やべえ、俺もライバルの名前、こうちゃんにすればよかった。こうちゃんが飛び出していくから。ライバルの名前、鶴崎にすればよかった。ちょっとあんまり話を。おい、お前。何ガンくれてんだお前。レベル6。来た来た来た。キノコを覚えた。なめんなよお前。これは大きい。短パン小僧のユータ。ユータしばく。短パン小僧のユータどこにいるんだ。まあ、いないんだけど。短パン小僧のユータ取り送り出した。やべ、リードが。あいつどこにいるんだよ。でもあれですね。鶴崎さんもう。やばい、相手のムンクリ電光石火とか覚えて。うわ、強い。いた。なんだなんだ。おっと、これ。おっと、これ菅井さんまずいんじゃないですか。これ負けるぞ。あ、でもここで相手が泣き声を言ってくれてる。これ菅井さん大丈夫ですかね。泣き声に負けるな、山本。やる気を出せ。泣き声でなんとか耐えてるけど、これ危ないですね。体に声もある。体当たり。山本猫とか好き派だからな、どっちかっていうと。比較的ニンパの体当たり。やばい、相手のムックルがすごい泣き声してこっちの攻撃をどんどん下げてきてる。モンスターボール投げよう。モンスターボール投げよう。え、だって3段階減ったら、あ、もう4段階も減らされちゃった。4段階も減ったら、4段階減ると4分の1ぐらい減った。3分の1ですかね、3分の1。よし、90、まあ、90に当たるとね、うん、その攻撃下がってるのが意味ないですよね。そうそう。お、レベルアップした。211212。うわー、さすが。お、いいね、山本ひのこ。お、これはちょっとね、1回戻った方がいい。お、鶴崎さん、これはね、どうしますかね。こやつは一回俺は鶴崎ポッチャマ読みだったんだけどな。ポッチャマはね、いや、僕もダイヤモンドの時はポッチャマ選びましたよ。あ、そうなんですね。あ、昔ダイヤモンドプレイしたんですね。そう、ポッチャマからエンペルトにしたんですけどね。いや、かっこいいんですよ。エンペルト、エンペルト、ポッチャマかわいいし、序盤で勝つことを考えるとね。え、ちょっとコリンクに名前つけよう。コリンクの名前何がいいかな。池山本のタイプ1ヒノコ。コリンクの名前。伊沢でね。伊沢。なんでコリンク伊沢なんだ。お、なんかちょっとヒントくれた。あの人コリンク持ってる。やばい、言ってしまった。そう、自分で言う。俺一応名前出さないようにしたのに、自分で言うから。そろってない、そろってないように。そろってんの読めようから。コリンク対策必須。これコリンク対策必須。おっと、そして。走れ。おい、短パン小僧また出たな。いや、ここは僕ね、ダイヤモンドとパールはね、ちょうどやってない。あ、じゃあもう今回この新落ち用語を旅するのは初めてと。初めて。あ、れ、あ、経験値の入り方はあの新しい方の。はい、そうですね、今回その、はい、店頭に出しないポケモンにも
入るようになってますね。嬉しいですね。学習装置なくてもレベルが上がるってこと？そういうことです。昔はね、最初にあの弱いポケモン、育てたいポケモン出してすぐ引っ込めて、ね、引っ込めてとかねやってましたね。学習装置がない時だとそうするしかなかった。ファルコン、ヒノコだ。モンスターボール20個も持ってる。そんなにくれたの、ヒカリちゃん。すごい、お金持ちだ。え、待って、春季左利きなんだけど、左手でモンスターボール投げたよ。ついに念願のサウスポーかもしんない、俺も。念願だったんだ。いや、なんかサウスポーってかっこいいじゃん。え、待って待って、ポケモン取ったのに経験値もらってレベルが上がってんだけど。あ、そう、捕まえても。捕まえても経験値ある。はい、捕まえたらレベル上がるようになりましたね。ムックロにニックネームつけますか。じゃあ、伊沢レベルアップ。そうか、ポケモン捕まえて名前つけて名前で見ればいいのか。バレないのか。確かに。それは新しいでしょ。そっか。あ、伊沢がって言えば。そう、伊沢がって言えば。え、じゃあ、こいつの名前は鶴崎にしよう。鶴崎。なんでめちゃくちゃ紛らわしい。紛らわすぎる。鶴崎を手持ちに加えました。金曜日の夕方にしか出ないポケモンいますよ。そんなレアなポケモンが。そう。花金ポケモン？ね、花金ポケモンいますよね。花金ポケモンね。花金ポケモンじゃないよ。あれでしょ、ね、そのおターンでしょ。そう、発電所のね、前に。ここない、全部そ分かんないけど入ってみるか。いけんのかな。ここにおるやん。そうそう、俺はまずこいつに話しかけた方がいいんだよな、多分。一回ポケモン見て、この子もしかして特性が、あ、特性が、お、よく気づきましたね。もしかして、そうか、ポケモン伊沢じゃない方がいいな。まあでも分かんないです。あ、おっと、これで、お、お、すごい、鶴崎いじっぱりだ。あ、鶴崎いじっぱりいいですね。鶴崎いじっぱりだ。このポリンクはもしかして伊沢を解雇する説が出てきちゃった。伊沢解雇だな、これは。待って、でも俺もさ、ポリンク欲しいんだよ。ポリンクはクイズノック解雇かな。伊沢もしか解雇面白いな。伊沢解雇マジ面白いな。ピエロを探せって言われた。はい、ピエロ。ちょっと、普通ストーリーでこんなことしないんですけど、はい、名前をあえて変えて、校長でしょ。確かに確かに確かに。あいつを捕まえたい。あ、強いじゃん、山本。あー、君でもないな。これちょっとレアですよ。ポケセン行きな。なんでだよ、なんでだよ、なんでだよ。戻った方がいいよ、多分。もっと戻った方がいいね、一発で。あ、なんか、じゃあ、でも一回捕まえるか。はじめましてポケモンだ。もしかしたらなんかすげえ有用なと思ってるかもしれない。はじめましてポケモンだけど、絶対こいつ草タイプだ。見た目が草タイプだもんな。え、おわ、抜群なのにそんだけしか入んないの。一撃でやれるかと思ったの。悩みの種を植え付けられちゃうんだ。山本が悩んでる。悩みの種だ、あのポケモンだな。山本が不眠になっちゃった。名前つけとこ。いいんじゃない？山上と。お、一回引っ張って。あ、この子ですよ。あ、この子欲しかったんだ。この子が欲しかった。あ、全然大丈夫だった。親切だね、ひかりちゃん。なんかマジで20個もモンスターボールくれるんだ。そんなに捕まえないけどね、序盤で。確かに。出会ったポケモン全部捕まえろって言ってきてるってことだもんな。よし、なんか新しいの取ったぞ。オッケー、この子が欲しかった、ね、この子欲しかったんだ。この子欲しかった。これで今ね、せいやさん4体目ですね。これも。そうね、うん、じゃあこの子にニックネームは、じゃあ、ふくら。じゃあこの子のニックネームは、恭平にしましょうか。恭平でお願いします。恭平。あれ、俺こいつは鶴崎だから、こいつは芝子。こいつは鶴崎だから、こいつは芝子。鶴崎は芝かれるのか。え、もう進んでいいのかな、これ。え、何鶴崎さん、おっそう。鶴崎さん、ボケッチを持ってない。鶴崎さん、おっそいよ、まだ。さすがにさん、大優位で今。ピエロ、ここにもいたもん、君。道具も渡せることで。はい、そうですね。うら。敵回転3。あ、強い。これ、急所？え、急所じゃないのにこんな食らうの？ひさしの鶴崎、特防低くない？ひさしの鶴崎？ひさしの鶴崎って何？鶴崎エサノリってこと？鶴崎エサノリ？鶴崎の鶴崎。ピエロどこ？俺さ、結局さ、欲しいポケモンが取れてないんだけど。おじさんどこ行った？あ、いた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 。はい、こんにちは。はい、はい、うわ、やばいぞこれ。ポケッチをどうぞ。イエーイ。うわ、やばい。2人ともね、ポケッチ獲得してね。あ、ポケッチ懐かしい。うわ、急所はやばい。あ、連絡。あ、おい、すげえ。
あーもうこれやってる場合じゃないわ。もう泣き声のせいで結構レベル高いなこの人。泣き声のせいで大変なことになってる。よし、しばき上げた。さあ菅井さんはこのイベントをクリアしましたと。おーおーおー、みんなレベル上がった。これ一番重要だと思ってるポケモン出会えてない。僕まだ2期ぐらいこのなんか会いたいポケモンに会えてないんだけど。あ、なんか知らないポケモンが出てきた。捕まえたいですけどね。まだちょっと。お、入れ替えましたね。こいつのニックネームは、川村だな。てか互いにさ同じデータベースからさ名前を取ってきてるからさ名前が名前の重複がめっちゃ起こってる。重複が来た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 。だって麻痺しちゃったから一回。おお、菅井さんは体力を減らすことなく投げた。即投げよこんなもん。捕まるんですよこんな。愛着持ってもうなんなら下の名前でつける。ありなんだよなと思います。よろしくなただし。ただしのレベルも上がっていく。こんな技覚えるんだ。これはもういらない。いらないな。どっち向きどっちだ。こっちかな。はい、こっち向いてんじゃん。1、2の交換。ああ。ビッパ。おい。見せてやるぜ。さっき覚えたこの。この抜群技をや。この子ね。この今、菅井さんが相手してる子、昔のダイヤモンドパールでは、コダックだったんですか、使ってた子。これ変わりましたね。ビッパに効果抜群技を打ててるってことは。おっとあれ、おっと結構進んでるな、この人。あれあおこの子はね、確かに捕まえたら嬉しいかもしれないけどね。えい。これしかないですよ、多分、ね。あれ、俺今金持ってるっけ。イエーイ、これはちょっと変わってきましたね。これ変わってきたね。これ話が変わってきました。これ話変わってきたね。嘘、何そんな超有利ポケモンがあんの。河村にしましょうか。これボスあるね。ボスある。ボスある、これは。野生か。捕まえに行くか。あの子を捕まえに行こう。あの子捕まえに行くよ。さっきのところでそうで出なかったな。さっきのところ河村さんばっかりやったもん。河村さんばっかりって何。河村さんばっかり。あ、こういう時に怖いのよ。よし、捕獲。こいつの名前はどうしようかな。もう相手も菅井だし、こう、こいつも菅井で、こう俺の手持ちに鶴崎いるから。伊沢解雇、伊沢解雇、伊沢、伊沢が伊沢解雇された。伊沢解雇です。あ、6体までしかね。なんかわかんないけど、取れたから、もう名前はもうあとはこいつ伊沢でいいや。伊沢、まあ一旦伊沢ボックスへ送るか。お、川村がレベルアップした。お、これはこれ来た。この子ですよ。この子が捕まえたかったの。ヒゲが生えた。これ初進化ですね。川村が進化したコオロギポケモンなんだ。連続切り。あ、これ言ったらバレるの。まあいいや。これが得だな。連続切りね。時間やばいか。ここだっけ。よし。おー、来た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 。捕まえた。これで山上を解雇して山上にしよう。11位になったんで、ここでクイズをしたいと思います。イエーイ、イエーイ。はい、ということで一旦やめてもらって、ダメダメ、早押しボタンを、いや早押しボタンを持っていただいて。いやいやいや、あ、まあいいですよ。やってていい、やりながらです。はい、全部3問のね早押しクイズ出して、より多く正解した方に、最後のバトルで1個道具を持たせてもいいことでしょう。おうおうおう、別にゲームやりながらでもいいですけど。やりながらね。はい。同時並行を求められている。はい。それで1問目いきます。1問目はビジュアルクイズです。ビジュアルクイズ。ビジュアルクイズかよ。問題。かな4文字で読む漢字。左から順に3つすべて答えてください。見せます。はい、こちらです。ドン。ことぶき、黒金、いただき。あー、だめ。ことぶき、黒金、喫茶店。正解。あ、喫茶店。はい、ことぶき、黒金、喫茶店でございます。これはね、あの、すべて信用地方に登場する町と同じ名前です、ね。あ、そうなの。確かにことぶきシティと黒金シティはもう通ってる。はい、ということですね。来た来た、山本の様子が。はい、今はお見事です。正解ね。喫茶店なんだ。はい、素晴らしい正解でした。はい、続いて2問目いきます。おめでとう山本。いきます。問題。モーターを英語で綴った時の3、2、1。ポケモンクイズだから、ロドム、ロドム。正解。モーターを英語で通った時の逆さ読みに現れる通常のフォルムの他に
ヒートやウォッシャーの複数のフォルムが存在する僕はないというロードムが正解でございました。こちら2本取ったぜということで鶴崎さん勝利ということで鶴崎さんは最後のバトルで一つ持ち物を持たせることができます。何も持ち物持ってないんだけど僕このままだとモンスターボール持たせることができます頑張ってください。でもね鶴崎がね切っ先答えて浮かれてる時にね俺はもうその進化をお構いなしですよ俺の山本がよ俺の山本が皆さん あと1時間でございます。あと1時間もう半分経っちゃったの。はい、まだまだ誰も進化の様子を見せないよ。またひょうたって言うんだね。お、菅井さんはいいとこまで来ましたね。赤い髪のひょうた、行け山本、その構えは伊達じゃないってとこ見せてやれよ。俺山本パンチ強い。山本がパンチを打ったということは山本は、うん、ヒコザルでヒコザルが進化してモーカザルになったんだな。これは間違えた間違えた。強いこれ強いこの技やばい。勝負にグローバッチ打っちゃったよ。間違えてますよ。間違えたあ、コウちゃんもレベル上がってる。コウちゃんのレベルねいいよ。こう転がる覚える勝手に。コウちゃんめちゃめちゃ雑に扱ってますけどね。あ、近いが雑だな。コウちゃんアニメ版ではらっしゃいって感じだから何ヒントだめちゃくちゃヒントだぜ。らっしゃいみたいなポケモンいたっけ。いるいる。さあ菅井さんここ突破できればすごいね。甘いぜひょうた。これひょうた甘いね。俺の山本はな今のグローパンチで上がってるんだよ攻撃が。グローパンチ言っちゃってる。言っちゃったよグローパンチ。バチコーン。うわ一撃だ。コールバッジって言った今。コールバッジですね。なんかあれか石炭ってことか。そうです。さあ挑んでいくで。あ、こうちゃんレベル上がったおめでとう。あーこのタクナルはいらないな、ね、タクナルはいらない。だって丸くなる忘れさせたんだから硬くなるいらないだろ。タクナル丸くなる同じですからね。ひょうたかわいいな。ひょうたこんなかわいい顔してる。でもね転がるの威力上がる。丸くなるから。あ、そういうこと。結構菅井さん順調にね進んでますね。ストーリーね。あのね、僕ねこれ今日バトルするっていう企画じゃん、うん、俺ずっと考えてたんだけど、うん、いかにレベルを上げるかっていう。そうなんだよ。普通にね、まあ、進化したらかなりね。そう進化したらね、あと1時間で進化できるかっていうね問題があるのよ。ちょっと進化条件が ちょっとねやや特殊ですからね、うんうん、山上の進化特殊な進化条件。石がいるではこれは石がいるとかそういうこと。ああお毒の毒。ああ悪くない。気をつけてくださいね。ステルス速回ってますよ。確かにこちらはもうこちらはもうご利用しでいくぜ。飛行タイプの攻撃って電気に今一つなの。めちゃめちゃ削られるな。バキ左きか。さあどうだ。五橋十九十五回連続出たら九十二回だと36。ええ強すぎる。抜群ですかねこれね。強すぎるこいつ。いやいらないな。これはやばいですか。いやまだわかんないですよ。フクラとかいるし。これで相手がフクラに対して何を打ってくるかを考えて交代とかしたら毒ダメージ稼げるかもしれないですね。相手フクラに。さっきの技が抜群だって分かってる状態で打ってくるはずなんで。ふくらって何だ、ね、それを。いや僕はそのまま行くぜ。ふくらは抜群。あ、お、取られるよ。優しい優しい。これはこれは優しい。これは優しいね。これってどうなの普通。あ、これ毒抜群取られるようなポケモンなの。なんか特殊な。お、来た来た。鶴崎の様子が。お、鶴崎の様子がこれは進化しすぎだな。あっちやっぱ俺が一つも進化しないか。一流ブリーダーだな俺。お進化しましたね。出た。めっちゃ磨けるやつで音鳴らせるやつだあれね。毎日やってたあれ大好きあれ。今ね2人とも最初のね京都のバッチクリアしたとこなんですけど、菅井さんはもうモーカザルをどんどんレベル上げてどんどんそれを強くするっていう方針なんですけど、菅井さんは一旦戻ってそのスモミーをね捕まえたのがめっちゃ特徴的で、これが後々効いてくる可能性はありますね。多分ねこれが最後ラストスパート的な感じでレベル上げやらポケモン捕まえやらやってくると思うんで見ていきたいと思います。あ、ファルコンの様子が。あれこのレベルだったっけ。このレベルですね。でもめちゃめちゃ遅れてない。ちょっと遅れてますね。やばいじゃん。レベル差ついたら終わるじゃん。まあ、ね、その分ね手持ちのバランスとかをね考えてるっていう、ね、確かにね話ありますからね。これよ。
仕事の邪魔をされただとお前が邪魔してんだよ。俺今仕事中だぞ。なかなか仕事でこれやる人いないですから、ね、なかなかいないですから。大きいっすよね。黒崎のレベルも上がっていく。あ、双子ちゃんだ。似合うな。そのままこんなやつ一撃だって言ってる。頑丈のお酒も出したろうかな。あ、え、鶴崎頑丈のやつ持ってんの？持ってるとは決して言ってない。紅茶の特性なんだっけ？つまらないと見る。あ、こいつ陽気だよ、紅茶。全然一撃で倒す気ないじゃん、この人たち。うわえつまらないと見てきたけど、両方。なんだこの紅茶、弱いじゃん。まさかまた、解雇が。でもわざわざ新しい紅茶取りに行くのめんどくさいし。新しい紅茶。これ戦闘よりオフィンさんを話すかして早かった。うわほんとだ。あれやっぱこの企画で戦闘ムービーオフにするの。この企画で戦闘ムービーオフにするのはさすがに極悪でしょ。ただしの様子がよ。はい、はい、ということで、え、最後30分ラストスパートかけたいと思うんで、あの戦闘ムービーオフにするの大丈夫です。よしよしよし、やったやった。この、え、この企画そんなことせいの。今日ガチだからね。ガチだから今日。だって甘い甘い。だってまずなんで最初のポケモンかぶってんのってことよ。結局ヒコザルバーサスヒコザルっていうね。あ、話の速さ、早いにしてなかった、これやべえ。あ、ボールでいこうじゃない、ボールでいこうじゃない。だって早い、漢字見ない、勝ち抜き、自動で送る。うわ、めちゃめちゃ速くなった。やっぱ自動で送るにしたよ。まあ、グローパンチをしとくか、一応強い。はやー、これなんだ。むちゃくちゃ早いじゃん、これやばいな。映像さっきに残すあれじゃないもんな、これ。いいよな、これ。申し訳ないけど、団長の思い出カットしてるって。え、カニ花畑の方に行きましょう。カニでいでいでちち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 なんかマップ見つけんだよな、鶴崎さん。あ、お、ふくらが。いや、進化っていいですね、ワクワクして。いや、ワクワク感あるね。先が分かっててもワクワクするもんな、これ。いや、君だよ、君。え、お、お、ダブルで。ダブル進化。ダブル進化決まったね。ダブル進化ってなんだ、ダブルバトルみたいに言いやがって。これね。ちょ、待ってよ。お姉さん、お姉さん、俺と勝負しようよ。強兵もなかなか凛々しくなりましたね。戦闘シーン、マジで。すごいな、これ。人類最速でやってるのに戦闘アニメをオフ。どうなってんだこの。どうなってんだこの。どうなってんだこの番組。バカだよ。だっていいよって言われると思わなかった。そうそう、思わなかった本当に。思いついちゃったけど、いいよって言われると思わなかった。帰ってきて。ふくらあとレベル1ぐらい上がったらなんか進化してしないのかな。あ、した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 。あと15分くらいですね。え、はい。残り15分くらいですよ。はい、やばいじゃん。すごい、全然見た目変わんないんだけど。ほぼ同じ。さあ、ここはどんなポケモンがいるのかな。あっそうかそうかそうか、当初の予定にはあったのよ。なるほどね。当初の予定はなんかここか。ああ、絶対お前ジムリーダーだろ。ね、絶対お前ジムリーダーだろ。さあ、どうする。え、絶対お前ジムリーダーじゃん。間違えた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 。何やってるんすか。何やってるんすか、ほんと。何やってるんすか。菅井さんになっちゃった。相性悪いよ。相性悪いよ。相性悪いよ、これ。なんだ、菅井が相性悪いとかありえないだろ。相性悪いよ。菅井はな、何に対してもな、強いんだと。何やってるの。何やってるの。これって。マジでいい意味のことしちゃった。あれ、なんか勝手にダブルバトルになってる。ラッキー。いや、いいポケモン持ってんね。これってポケモン取れないの。これ大丈夫かな。あだからもうあっ、これはこれはいいんじゃないですか。これはいいんじゃないですか。ホロトック、こいつの火炎車でしばくと。おっ、火炎車。あっ、ちょっと情報が、あっ、痛い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 。これは結構びっくりしないですか。これ相手びっくりすると思いますよ。これが出てきたら、これが出てきたら結構びっくりすると思いますよ。ねえ、わお。はい、残り10分切ってますよ。頑張ってください。じゃあ技を、ちょっと、技を1個ぐらい覚えるでしょ。あで、今これ同じとこいますね、2人とも。それなんか、この森出られそうな。ファルコンがもう1個技を覚えられるか。あと3分ぐらい。おっ、ファルコン、スッキリだ。これ、あ、来た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 。でもまあこれか。何こうしておきますか。うん。出口、ありがとう。どういたしまして。残り15秒。やばい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 。追いつけ。この子だこの子。追いつけ追いつけ。10、9、あー違ったー。7、ミニスカートだった。5、4、3、2、1、
ゼロということで、今戦闘に入ったその戦闘まで有効としますね。あ、技の調整等々していただいて、はい、あと一つまで鶴井さんはアイテムを持たすことができます。これでしょやっぱり。なるほどね、はい、単純。へえ、ふくら単純っておかしいだろ。これいらないかな、もしかして。複雑って特性ないです。いやでもこれ落とそう。あらら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 。特性これか。伊沢結局解雇されたままだったな。伊沢、うちの伊沢もボックスに入ってる。鶴崎さんが伊沢をちゃんと使ってあげなきゃ。さて、バトルスタート。勝つから。勝つ、絶対勝つぞ、お前。絶対勝つから。何よお前、これこんなんどこで撮ったの。やばいな、川村さん山本に強い。いや、始めます。うわ、交換で出していけないこれ。あ、すがいすがいね。うわ、これ出しがちじゃない。え、こんなんもうこれでしょ。なるほどね。こんなんもこれでいいでしょ。はいはい、やめて。すがいが頑丈じゃないばっかりに。頑丈じゃないから頑丈じゃないばっかりにこれ出さざるを得ないのでは。なるほどね、はい。あ、ファルコンね。これって耐えるのかな。でもレベル差が、俺さ、これありえると思うんだよ。なるほどね。いや、これにしちゃおう。耐えろ耐えろ耐えろ。おし、耐えた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 。でもこれ耐えたがゆえにってありますよ。あ、確かに耐えたがゆえに攻撃が手がつけらんなくなるか。あー、ステルスロックこの子が覚えてんのか。まあ、マグロパンチで、あ、やばい、2段階、あ、やばい、これ2段階上がってるよ。さあ、2段階上がりました。これはさあ、これは分かんないですね。熱々の、これお互いに1体ずつ倒されたんですけど、うん、生き残ってるモーカドルが攻撃2段階上がってますから。おっ、鶴崎が来た。おっ、鶴崎が、あ、鶴崎、あ、だって一角だ。あー、続け、これ1段階になっちゃったな。いや、これ悩ましいですね、2人とも。どっちだ。いや、でもこっちだな、耐えるんだったらこっちだな。さあ、準備せよ。こっち、耐えて、耐えて、お願い。きた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 、やめて。いや、強い。持ち物か。うちの鶴崎、意地っ張りなんですよ。意地っ張りだから攻撃も強いんですよ。ここはこれを出しますか。クラは？クラをね。いや、クラな。ステルスロックが効いてる、ね。ステルスロックがね、効いてるね。これはこっちの方がいいでしょ。さて、お、引っ込んだ。あ、引っ込めて。引っ込めて。こうちゃんは。カタカナなんだけど。あ、地面タイプだ。地面タイプだ。よしよしよし。これはめんどいね。でもさ、このままいても絶対見ないからさ、とりあえずまあ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 。まあこうかな。ちょっと石すべてね、石すべてって結構まあ使いにくい技を覚えてたりするんでね、なかなか使いが難しいところですね。山神は誰。ああ、そういうこと。つぼみね、打ち落とす。とりあえず減らしといて。痛すぎる。とりあえず減らしといて。でもこれはこれでしょ、さすがに。まあ鶴崎さん、それはね、甘い選択ですよ。え、甘い選択なの。甘い選択だよ。ここはね、僕だったらね、あっちの技にしてたね。あっちの技にした方が良かった。あっちの技にしてた。だって、こうなることは、そうか、こうなることが容易に見えてるから。いや、見えてるな。急所？急所でこれなの。ついた威力が。半分だから。いや、でも、とりあえずこれかな、俺は。この子出すか。なるほどね。あ、違う違う、電気タイプのやつがいたはずだよね。これステルスロックで結構入っちゃうんですね、これね。そうなんでね、抜群だからね、岩が。ああ、そうか、一角か。こいつ強兵って言われたらなんかそんな気がしてきた。耐えた耐えた。よしよしよし、強い強い強い。やけどやだな、わかんねえ。レベルがめっちゃ低いから、これしかやることないので、もしかして。さては、おお。でも待てよ、俺これそうだね、山本でもよかったな。強っ。全然効かないじゃん。すんよ。菅井さん、基本的にこう対面優位な戦術をね、使っていきますね。すんよ。で、引っ込めても意味ない気がするんだよな。おお、なるほどね。っていうのも、なんかあんまり相手に草タイプもいないし。ほい、打ち落とすで飛行タイプがなくなってしまった。まあ、抜群でもう倒れているので、さあ、ここから鶴崎さんが結構ね、菅井さん有利なんでね、どういう戦術を組み立てるか。でもこれ出すしかないよな。
僕だったらこうするなる。一個あるの？いや、僕やったら多分こうするみたいなのあります。ああ、ステルスロック効いてんね。これまたさ、これ打ったらさ、これまたこれあれされるのでは？さあどうでしょう。読めねえよ。頑張ってください。俺はね、これでいく。戻して。それさっき誰？鳥。鳥かよ。交代。さっきこれのさっきこの時の交代で。ああ。当たった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 。いやでも山本守れてるからな、やっぱしびれようなだったか。これでいっか。わかんねえ。動けこういう時にめちゃめちゃ考えなきゃいけないのは素早さの関係で、やっぱ素早さが速いか遅いかみたいなのをめちゃめちゃ考えなきゃ。動けこれステルスロックが地味に効いてますよ。これ威嚇、相手に交代させればさせるほどこっち有利。いやおい動けよ鶴崎。鶴崎はもういなくても、わかんねえよ、こんなに交代するゲームやったことないよこれがポケモンですよ。だからちょっとでも削った方がいいから多分こうだ、ね、常にこういうことを考えてるから普段。いや今の世界さんの判断はめちゃめちゃ適切な判断ですね。これでよかったんだ。まあこっちは、ね、こっちはこれでよかったんだ。ルクシオだからまあいいか、とりあえずこっちだな。こうちゃんね、ルクシオ、こうちゃんにやることあるか。ルクシオ、こうちゃんにやることないな。母村さんとただしの出番ないぞ、これ多分。いや、まだわかんないですよ。まだわかんないか。これもじゃあ、急所というね、魔法の対がありますから。どんだけ食らう？あ、結構全然食らわないじゃん。結構食らってるイメージあるけど、これ。ああ、でもこれはなんか、競り勝てそうだな。変なことしなくても押した方がいいな、多分。ムクバードがもういないから。まあ、実はね、耐えた。耐えられちゃったか。このフクラに実は奮い立てるとかを覚えさせるとよかったかもしれないですね。そうなんだ。だってあれ手づきたやん、急所で。今の耐えたと思ったのにこうちゃん耐えそよ。これが急所です。やっぱ山本からあれ切ったの微妙だけど、でも勝ってるだろう、このレベル差だし。さすがにね、これはそうだね。そう、ここでグローパンチはうまいですね。そうですね、ここは絶対グローパンチするんですね。相手が交代しても美味しいし、そのまま居座ってきてもグローパンチ美味しいから、絶対にグローパンチ打つ。結局ね。これはもうこれやるしかないでしょ。そうですね。うぜえ、川村。これはね、さすがに山本守った方がいいかな。これどうなんだろう。結構菅さん交換してきますね。川村対川村だ。どれぐらい強いなぁ。まあまあ強いね。うん、連打でいいよねこれはね。いや早いなぁ。そう、ケイシー、ユニゲラ、フーディンは早いことでね、抜群取れるんですね。めちゃめちゃ強いめちゃめちゃ強い。よし、特攻も下げた。めちゃめちゃ強いということはこれ耐えるんじゃない。耐えてよし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 。強いね、河村さん。あ今ね、ちょっとね、惜しかったっすね。バチコン。ということで、菅井さんの勝利。よし。やってきましてね。はい、どうしてお二人やってみて感想とか。いやね、ダイヤモンドとパール実はね、やったことなかった。あ、なるほど、なるほど。やったことなかったんですけど、あのね、普通に楽しめます。やっぱポケモン何やっても面白いですよ。新しい気持ちで楽しめますから、やったことなくてもぜひ買ってほしいかな。いや僕はね、もうバリバリやってたんで、小学生の時、うん、もうめっちゃ懐かしかったですわ。昔ね、だいぶやってたという方も、今回からやるよという方もぜひ、もう両者におすすめの作品となっておりますので、うん、ぜひ皆さん買ってやってきてください。はい、んでくれ。ということで、ゲームナックのチャンネル登録、高評価等々よろしくお願いします。それではさよなら。さよなら。効果は抜群だ。